こちらでは、シグルイの強さランキングを発表します。基本的に、戦闘描写や発言を元に作りましたが、原作の駿河城御前試合も一部参考にしています。ただ、戦闘シーン自体が少なく、ほとんど一撃で勝敗が決してしまうので、曖昧な部分もあることを許しくだされ。それでは、ランキング13位から発表です。ランキング13位は興津三十郎です。小岩流の皇帝で、指2本で天井にぶら下がる余力を見せました。しかし、三重の心の崩壊から、小岩流の行く末に絶望し、裏切ります。そして、藤木と対峙した時には、イラコの仕置きの際に藤木が見せたつかみを真似て、殺そうとするも、返り討ちにされ死亡しました。手が化膿して腫れている藤木に、スピードでかなりの遅れを取ったことを加味して、4人の皇帝の中でも最弱という扱いにしました。ランキング12位は山崎黒右衛門です。小岩流の悪口を漏らした浪人を、苔を用いて撲殺し、さらに、相手の眼球を噛み砕くという奇人です。イラコと暗闇の中で対峙した際には、流れで対抗しようとしますが、速度も間合いも上を行く無名うさか流れに敗北しました。ランキング11位はマリコ彦兵衛です。小岩流の皇帝で、牛股に次ぐ怪力を誇るとされる彦兵衛は、指を畳にめり込ませる際に生じた音で、スタの位置をビビらせました。そして風呂屋でイラコに切られてもなお、抜き手を放ち、壁板を叩き割る執念を見せるほどでした。ランキング10位は宗像新八郎です。元侠客の小岩流の皇帝で、近藤鈴之助の仇として、一応の下手人に仕立て上げた檜垣甚五郎を仕留めます。しかしその帰り道に、イラコの無名うさか流れの前に敗北してしまいます。中目録の術癒る死が確定していることと、流れ星のつかみを用いて檜垣甚五郎を倒したことを踏まえ、4人の皇帝の中で最強としました。ランキング9位は柳生宗則です。若き日の小岩と立ち会い、互角の戦いを繰り広げるも、流れ星の構えを見せたことで、死を予感し、敗北を認めました。流れ星は、小岩流の免許回伝から使用できるので、免許回伝の直美三天狗より下、皇帝4人よりも上と判断しました。ランキング8位は月岡幸之助です。月岡は寸前で刀を回転させ、峰打ちとする剣法の使い手であり、藤木を前にしても切られるよりも切ってしまうことを恐れるほどです。藤木の流れをかわして切り込む月岡ですが、消灯による中子受けで回避されます。最終的には台頭した消灯を藤木に奪い取られ敗北します。ちなみに駿河城御前試合では、第3試合で黒川小次郎と戦いますが、この黒川の師匠である金沢一右斎は、柳生宗則に互角と称されます。そして、御前試合時には、黒川も金沢と同じ境地に至るのですが、月岡は、その黒川に圧勝します。なので柳生宗則よりも上にしました。ランキング7位は直美三天狗です。金岡は裏切り、ネオヤと伊吹は、魔人と化した小岩に切り殺され、作中で戦闘描写が描かれることはありませんでした。しかし3人とも、小岩流の免許回伝であり、流れ星が使えるため、相当に強いということが伺えます。ランキング6位は朽木雁之助です。頭部を起点とした天地逆転のガマ剣法で、斉田宗之助、倉川喜左衛門、笹原権八郎を切り殺します。笹原権八郎との戦いでは、背中に切り込まれるも、甲羅のような分厚いかさぶたが大刀を弾き返しました。駿河城御前試合では、第4試合で笹原修三郎と戦うのですが、右足の骨まで切り込むも敗北してしまうので、笹原修三郎より下にしました。ランキング5位は笹原修三郎です。徳川家槍術指南役であり、藤木が猪俣に対して放った一戦を素手で制し、
その後の手合わせでは、藤木を混沌させるほどです。また、無名坂流れの対策を思いついた藤木ともう一度立ち会い、そこでも対等に渡り合いました。駿河城御前試合でも、ラストで藤木と相打ちとなるので、関腕の藤木と強さは同等だと思われます。ランキング4位は牛又権左衛門です。去勢しているにもかかわらず、素手で内臓を引き出すほどの余力があり、剣術においては、小岩流の印鑑を授かっており、流れ星で、セミ丸を切り殺します。穴打ち戦では、2本のカジキで長槍隊を殲滅するも、イラコの無名坂流れに敗北してしまいました。その後、恨みが体を突き動かし、イラコの前に立つも、再び無名坂流れに敗北してしまいます。しかし、低空の流れ星は、目首が折れなければ、イラコを切っていました。ランキング3位は藤木玄之介です。イラコとの戦いを振り返ると、1戦目は、イラコの骨子術により敗北。2戦目は、流れの掴みを得得した藤木の勝利。3戦目は、すだれ牙で無名坂流れ対策をするも、小刀ごと左腕を切られ敗北。ラストの御前試合では、7丁念仏をおとりにし、勝利します。2勝2敗でしたが、総合的には、イラコの方が上と判断しました。というのも、3戦目の仇討ち時は、藤木の前世と捉え、さらに無名坂流れ対策も施したのに、イラコに敗北しているのが大きな理由です。ランキング2位はイラコ制限です。イラコは、入門してわずか1年余りで、藤木と同等以上に小岩流をものにするほどの才能の持ち主です。失明後も無名坂流れを編み出し、小岩流の門弟たちを次々に切り殺します。ついには、魔人となった小岩も打ち破りました。それではいよいよ、1位の方がお出ましになられます。ランキング1位は岩本小岩です。ノービムソンと歌われた剣の達人であり、若き日には柳生宗則と立ち会い、流れ星の構えを取ることで敗北を認めさせました。また、将軍家剣術指南役の小野忠明の皇帝を蜂の巣にした、赤雲のレイピアにも、老体の身でありながら干渉するほどです。しかし、そんな小岩も、イラコの無名坂流れの前に散ってしまいました。それではもし、前世紀の小岩であったなら、イラコの無名坂流れを打ち破ることができるのか。できる、できるのだ。という感じで全く根拠はないですが、小岩先生ならやってくれるという何かがあります。そして、全体のランキング表がこのようになります。正直、D と E の濃尾三天狗を逆にするかどうかで一番悩みました。ということで、シグルイの強さランキングについてでした。ご視聴ありがとうございました。